先ほどのたまきちゃんですね。たまきちゃんね、かわいいんです、すごい。この世界は時間はありません。こちらはの世界が滅亡に瀕しているというところで、この、まあ、王族なんですけど、玉木ちゃんたちが、あ、お姫様、で、はい、でそこであの三種の神器のようなものがありまして、その神器を使って今儀式を行うと、で、あのこことは違う異界の英雄たちを呼んで世界を助ける、これだ助けをしてもらおう、はいはいはい、これでカードで呼ぶんですね。そうですね。これなんか左気になるってコメントの竹井さんですけど、左のモフモフした人は、あれはですね、玉木ちゃんのお母さんみたいですね。お母さん結構攻めたお洋服着てらっしゃる。そうですね、セクシーなお母さん、ね、かなりセクシーな、あ、かなりいい感じの露出が、はい、そうですね、はい。あ、こちらはちゃんと獣の設定ですので、はい、お母さんもケモケモしてる、ケモケモしてる、毛生えてます、毛生えてる、はい、毛並みがね、毛並みが綺麗な毛並みで、はい、薄い毛並みがちゃんと入ってます、薄い毛並みが、はい、お母さんも使えるんですかってすごいコメント来てますけども、お母さんはちょっと使えないんですよね。あ、お母さん使えないんだ、はい、でこちらがですね、はい、あの先ほどカード投げて、はい、あの召喚みたいな形になったと思うんですけども、最終的には30キャラで、あ、ここはですね、ここ各作品 の、はい、あの代表者といいますか、あ、が一人ずつ並んでるような形になってまして、あのここからリオちゃんもちょっと面白いな、これ。そうですね、チョーンとリオが並んでるのめっちゃ面白いですね。なかなかないですけどね、はい、で今回ちょっとチョーンでやってみたいと思います。はい、お願いします。でここではあの選んだキャラクターが先ほどのオリジナルキャラクター3人の、まあ、それぞれ3勢力に分かれて戦うということになります。あ、さっき言ったの男の子のオリジナルキャラクターの水色っぽい子と、ね、はい、玉木ちゃんともう一つ三成っぽいって言われてた、ね、彼が、はいはい、いいかな、はい、そうですね。何が起きたんだ、何が起きたんだ。周相殿見てくれ。周相っていうのはどういったの。あ、周相はですね、はい、新三国無双8、まだあの発表したばっかりなんですけども、はい、まだあの開発途中といいますか、はい、のキャラクターを先行でちょっとお借りしてきまして、こちらにいるんですけども、そんなこともやるんですね。ちょっとここはあのプロデューサーの鈴木に、なんとかお願いできませんかっていうところで、ちょっといいですか、使わせてもらってみたいな、これお願いしたところ、お、先にちょっと触れるのいいですね。そうですね、今まであんまそういうのなかったから、アクションが今回先に触れますので、はい、まあ、先ほどあの声も出たと思うんですけど、はいはい、声の設定なんかも、はい、あのまあ、本家といいますか、新三国無双8と同じ声優さんで行こうと思ってますので、コメントで小野坂さんがまた壊れるコメントがそう、無双系すごいたくさん台本があって、叫ぶ量がすごいっていう ね、 そうですね、私有名ですからね。だからあの熟練の声優さんでも声があの最後のきつくなるので叫ぶところを一番最後に撮るっていう風にみんな言われて、まあ、撮る順番なんかも気をつけながらやってらっしゃるということですね。大変だし、今プニがいっぱい来てるんですけど、これちょっと見慣れない光景が、これ世界観おかしくないです、すごいな、面白いな。そうですね、あのチョウンがプニと戦うんだよ、ね、先ほどの儀式があったと思うんですけども、はい、あの儀式がちょっと失敗してました。あら、玉木ちゃん失敗したんですか。その中であのチリジリにこういうキャラクターとしてもチリジリになっちゃったりとか、あ、本当は玉木ちゃんの目の前にそうなんですドンのはずだったのか、ドンって集まって終わるって言ってたんですけど、バラバラになっちゃって、あ、でこの人たちが今俺よ呼ばれたかも、ちょ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 来た、はい来ました、来た、諸国長い人来たよ、みんな、もしかしていきなりこのラスボス級のやつが出てきちゃうっていう、このまだこれ初めですよね、ゲーム上序盤ですよね。ここにこのキャラクターたちはやっぱり同じ作品が来てますので、はい、まあ、顔見知りというか、はい、知ってるっていうところはしっかりフォローしながら、うん、とはいえ、あの少しずつ、ね、状況が違っているという感じですね。
なんで爆弾を連れてんだ。そいつらを操ってたのはお前ってわけか。お、すごい言いがかりをつけられてるようが。責任を果たす。はい、大元気もやってきました。いや美しいですね。まあ、この辺があの同じ作品でもなかなか関わりがなかったところとかもあの出てますので、うん、でもじゃ本当もう夢のコラボですね。そうですね、緑草大元気ってなかなか接点なかったんですけど、うん、まあ、この作品ならではというところで、うん、あの新作無双ファンの方にも喜んでいただこうかなとは思ってます。ニヤッと見てますね。さらに確かにめっちゃ色が鮮やかだからめっちゃ立ちますね。そうですね、もう水色の可愛いのがやってくるみたいな。じりじりと、じりじりと、しかもねニコニコしてるからまた面白い。そうなんですね、悪気なくするのでちょっとやってるとかわいそう、かわいそう、一年分もかわいそうだけど、でもあの悪気ないニコニコがいっぱい周りに来るのも結構怖いですね。そうなんですね、家族の暴力みたいなのありますから、あーみたいな。お、はい、おー、なんだ、何するんだ。ずるくないですか、この。そうなんです、強すぎないですか、ちょっと。最強ですからね、最強、強い。あ、容赦ない。おさらい的に、はい、3人がどういう状況で訳も分からず戦っていたんだけどっていう、お前が呼んだのかみたいな、うん、お互いにちょっと疑心暗鬼に。そうですね。お、英雄様、おたまきちゃん、やってまいりました。お会いできてようございました。呼び出した張本人が出てきて、うん、うん、どういうことっていうことですね、うん、いやもうこのちょっと前がピクッてするのがいいですね。うん、みたいな。この世界を救ってくださいませ。特に動揺はせずちょっと眉毛がするぐらいっていう。なんだっていう、まあ、そういうところがあって、あのここでまあいろいろ説明が入ってきますという感じですね。お願いします。ちょっと飛ばし気味で聞かせてもらいますけれども、うん、あ、で戦いの終わりにはこういった感じで、はい、あの、まあ、結果が出てきて、結果が出ながら、あのレベルなんかもあってレベルアップしながらだんだん強くなっていくというようなところだったり、あのランクみたいなのありますので、うんうんうん、あの ABC、 これやっぱ獲得がいいと何かボーナスがある。そうですね、あの ABC 上がっていくと、うん、あの経験値のボーナスだったりありますので、うん、はい、じゃあもう皆さん頑張ってやってくださいね。頑張って。でこちら有効度っていうのがありまして、はい、あのだんだんこれも一緒に戦ってると増えていくんですけども、うん、まあ、あの仲良くなると戦いの中で、はい、あの助けてくれたりとか、やられそうになった時に身を挺してガードしてくれたりとか、はい、ああ、それはなんかちょっといいですね。まあ、あとはあのなんか褒められる時にだんだん、うん、あのセリフが変わっていったりとかっていうのが、あ、だんだん親密になっていく過程が見られる。そうですね。おっと待って、お母さんすごいよ。お母さん出ましたね。さよさんすごいいいもの持ってらっしゃる。何かとは言いませんが、はい、まあ、そんなこんなでこう、まあ、ちょっと状況説明的なところがありますという感じですね。でイベントシーンなんかもこういうのがあったりして、お母さんすごい可愛いですね。お母さんもあのしっかりオリジナルとしてあの作ってますので、キャラ立ちめっちゃしてますね。お母さん、作物の一つも戻らぬほど、はい、まあ、ちょっとこの辺であのいろいろ説明があるので、ちょっと今日は、まあ、これまだね、はい、発売させていただきますけども、はい、まあそうですよね、あなたはそうやっていいと思います。そうですね、うん、だと思います。まあこれまでしっかりキャラクター性が出るように、はい、あのそれぞれのキャラのセリフということで起こしてますので、ここすごい親子感ありますね。あ、そうですね。いいショットですね、はいはい、私も初めて気づきました、ね。狙ってたんじゃないですか。いや、きっと狙ってます。また来ました。あ、狙ってます、大丈夫です。ちょっと飛ばします、ね、あ、スキップされた、はい、で、ここちょっと長雲と大元気との会話みたいな感じで、あのそれぞれのキャラクター、あの同じ作品から来たキャラクターでも状況が分かんなかったからみたいなところで、あのそれぞれ知ってた、俺のこと知ってたみたいな感じで、お話聞いてた、うん、まあ、ちょっとこういうところで、あの新三国無双を知らない方でも設定的なところと言いますか、うん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 、どういう曲なのか、キャラクターなのかっていうのはちょっとフォローしていければなという感じですね。うん、はい、ちょっと面白いですよね、本当に。ですね。ありがたい。あ、曲に気づいてくれた方いらっしゃいますね。でもいいな。そうなんです。これもすごくアレンジをしながら、評判になった曲をしっかり入れてますので、はい。本当にファンの方がニヤッとできるポイントが、ね、多い感じなんですね。はい、
大変です。大変です。されます大変なので作ってしまいます。キープします。まあ、こんな風にあの状況説明とバトルがこう発生、うん、これワードマップって呼んでるところなんですけど、これめっちゃ自由なんですね、はい、結構好きにこう、今これ2つしか出てませんけど、はい、こういうところにいっぱいあのバトルが出てきて、はい、好きに選んであの分岐しながら楽しんでもらうっていう感じですね。なんかちょっとクリスタルみたいなマーク出てるところはなんかアイテムが取れるとかそういう感じ あれはですね、ワープするポイントなんです、ね、あ、ワープポイント、はい、あ、ワープもあるんだ。ええ、でここであのキャラクター選択ができまして、はい、新三国無双からあの4人のキャラクター、これ今がたむけちゃん陣営なので、そうですね、はい、無双チームから、はいはい、選んでできますので、はい、どうですかね、ここちょっとアンケートを取って、あ、誰でプレイするか、ええ、選んでいただければなと思うんですけども、いいですね、アンケート出ますか。超運、呂布、王元気、主走で、はい、どのキャラクターのプレイ、まあ全部のキャラクターが見れるんですけど、主に自分がプレイするキャラクターを見てみるんですよね、はいはい、選ばなかったものはあのサブのキャラクターメンバーとして連れていきますので、まあ、さっきの有効度みたいなのが上がってると、そうですね、そのサブのキャラクターが応援してくれたりとかするんですよね、はいはい。さあ、それでは今有効度は全部出るんですね。あら、はい、じゃあそろそろ結果の方が、はい、出ました。あ、収穫が 39.1 で収穫多いですね。そうですね、はい、じゃあ新キャラですからね、せっかくなんでね、収穫で、はい、新キャラを見ていきたいと思います。そうですね、みんなね、もうやってるキャラじゃなくてやってないキャラ見たいですよね。そうですね、ちょっとこの辺は飛ばさせてもらいます、はい、少々ストーリーは飛ばして、実際に今から収穫がどんな操作感なのかを確かめていきたいと思います。お披露目したいと思います。あ、なんか武器が面白いですね。そうですね、あの大殺刀っていうちょっと変わった武器で、あの大きな刃がついていて、駆け抜けながら攻撃ができるっていうものなんですね。ちょっとでも今これ最初 あのレベルなので、まだ全てのアクションが解放されてなくて、その一番得意とする走っていくのがないんです、はい、そして霞が出ましたね。出ましたね、霞。霞はですね、あのこちらの玉木の陣営ではなくて、はい、違う側についているので今敵対している状況ですね。ああ、今王者プレイはできない、ね、はい、将軍様が褒められている。そうですね、あの世界も持ってきてしまうというようなそういう設定ですね。あ、だから今ちょっと三国志の、ええ、三国無双の世界が入ってるんですね。入ってる、うん、でですね、今回あの、うん、めっちゃ蹴られてますよ。痛い。さすがファイターですね。そうです、あの大の男相手に戦う、で今回あの左上の方に星のマークと1って書いてあるんですけど、はいはい、これがあのブレイブという仕組みになってまして、ブレイブ、はい、霞のところにも1って書いてあるんですけど、でこれがあの1同士、まあ、レベルみたいなもんですね。でこれ1同士なので、まあ、基本的に、まあ、怠慢というか、あの怠慢、ええ、あの対等に戦える状態ではあるんですけど、はい、ここをですね、あの、まあ、戦わなくてもというか、先に自分のブレイブを上げて、で有利な状態にして戦ったりっていうのができるような仕組みにしてます。あ、あの1っていう数字がどんどんなんか2とか3とかに増えてくるんですね。そうですね、自分のやつがあの敵を倒したり、はいはい、あとはサブミッションと呼ばれるものがありまして、ちょっと見せすると、はい、まあ、今これサブミッションっていうのがあるんですけど、はい、まあ、こういう目標を達成すると、はい、まあ、経験値のようなものがもらえて、まあ、そのブレードが上がっていく。でブレードが上がると敵の方は基本的に上がりませんので、はい、あ、まあ、その分有利に戦えると。私の1だったらもう3ぐらいに上げておくと本当に戦える。そうですね、はい、もしかしたら自分が、まあ、なんか2とか3の時に敵が4だったりとかするんですか。そうです、あ、だからさっきいきなりあの1対5とかいう状況になると敵ものすごい強いので、まあ、そういう時は自分のグレードを上げて、うんうん、その後で戦いに行くというようなことで、まあ、ルート選びといいますか、うんうん、あのただ単にここに行きなさいっていうわけではなくて、うんうん、自分でどういう進め方をするかっていうのを選びながら進めていく。結構自由な感じ、はい、で今回ここはの拠点というものでして、今、はい、もう今1ってなってますけど、これ、はい、あの敵を倒していくと、はい、で
拠点ボスが出てきた。ボスが出てきて、ボスを倒すと自分のものにできる。はい、あ、拠点をその制圧するのは無双でも実はある。そうですね、その辺があの無双的なといいますか、あの定番のところをむしろ持ってきていまして、まあ、そこで制圧できます、ね、自分のものにすると、はい、ここからあの上がった、ブレイブ。あ、そうですね、はい、ブレイブ分かりました、3になりましたね。で今ですとこれ自分が3で霞が1なので、まあ、かなり優位に戦えるようになったと、いう感じで。あ、霞が、あひどい、あ霞が、あでも、ね、霞もあのスキルっていうのを使ってきまして、あのこうサブで連れて行ったメンバーが使えるんですけども、はいはいはい、そういう敵もスキルを使ってきて、あの反撃とかしてきますので、気を抜けないですね。じゃ霞の必殺技だけじゃないものが出てくる可能性が。そうですね、あの必殺技だけじゃなくて、あの各キャラクターにの個性を色濃く反映したスキルっていうのが、あのそれぞれのキャラクターに2つずつ利用されています。なんか今ハート出てくるんですか。あれはですね、はい、霞のそのスキルの効果でして、まあ、あの誘惑されてしまうという。誘惑される、霞に誘惑か。頭にハートが出てきて、はい、そのハートブレイクのようなハートが爆発してダメージを取るっていう。誘惑、まあ、されても嫌な気分はしないですけどね、霞なら。まあ多少痛くても嬉しい。まあまあ、ちょ、まあ、うん、あ、やっぱそういう感じで開発したんですか。そこはあのそのくらいやっちゃうぜっていうような感じでやってます。霞ならそのぐらいやってくれると。はい、ちょっと先を急ぎますが、結構早足、はい、あ、これまたオリジナルキャラクターの。そうですね、あの刹那くんが出てまいりました。揉、はい、めてますね、大井が。そうですね、あのこの玉木、刹那、四季っていうオリジナルの3人は、まあ、同じあの王族なんですけども、まあ、その中で王位継承争いと言いますか、まあ、王がこの世界を救うっていうような形で、まあ、自分が王になって救うっていうような、まあ、そういう設定で、はい、みんな世界を救うっていう目的は一緒だけど。そうですね、それぞれ手段が違うっていう話ですね。あ、だからちょっとぶつかり合ってしまうみたいな。刹那兄様を倒すため力を貸してください。だいぶ体力が減ってきたので、ちょっと回復のスキル、はい、抗元気のスキルは回復をさせてくれるスキルなので、もうヤバそうになったらちょっと回復しお願いしますよ、王さん。ジリジリですけど回復して、あ、じわじわ回復してるんですね、はい、骨肉の争いですね、これは。あとはちょっとめんどくさい時っていうか、呂布の進化を発揮してもらうスキルもありますので、呂布のドカンってやってもらいます。あ、外しちゃいました、ごめんなさい。これ今刹那に当たんなかったですね。当たんなかったですね、刹那が吹っ飛んでる時にやってしまいました、ごめんなさい。あの、でも、あの凶悪なのが伝わってきました、呂布の技から。うまくいったぞ。やっぱ呂布が強くないと。そうですね、もう強さの象徴みたいなもんですからね。テンパにしてやったぜって、お前今さっきやってなかったかっていう突っ込みが。あ、でもなんか、うん、いいですね。まあ、そういうところでブレイブだったりとか、はい、あとはそのスキルっていうのをうまく使いながら、うん、まあ、どういうルートで戦いを進めていくのかっていうのを考えていただきながらですね、はいはい、選んで、はい、いいなと来ましたと言ってるうちに来ましたね、なんか、はい、かわいい、またかわいい、今揺れましたね。お気づきになりましたか。はい、そうなんです、これもあのどこかで入れたいなーって言って、あの、はい、エンジンをですね、ちょっと今作用にちょっとカスタマイズと言いますか、はい、あ、データライブで使われている柔らかいエンジンを、そうですね、そのものはちょっとあの難しかったので、はい、アレンジして、ちょっと今作用に、はい、持ってきまして、某エンジンがね、あ、ちょっとあ、なんかドクドクしてます、ね、大丈夫ですか。体力やばそうですね。やばそうですよ。やばそうなんですけど、はい、スキルはですね、一回使うとしばらく使えないっていう。ああ、もう今使えるのが両方。そうなんです、ちょっとすごい我慢して、あ、両方は回復しましたね。あ、おー、やった。これなんかあの回復アイテムみたいなものとかってあるんですか。アイテムはですね、はい、あの先ほどの拠点という中に回復するアイテムを出す拠点っていうのがあるので、そういうところで回復してもらう。あとはキャラクターのこのスキルですね、これをうまく活用してもらってという感じですね。玉木ちゃん強いってコメントがあって、玉木ちゃんがちゃんと働いてるんですか。そうなんです、玉木ちゃんあのどんどんビームを出してですね、実は強いんですね、うん、おー出ました、
隊長出ました。これはちょっと一人だけ王子様がいますよ。でもあいにくこうまた敵対した勢力に、はい、あ他の勢力なのか。そうなんですよ。なので、はい、あのまあ、理由はともあれというかそれぞれの立場で戦っているので、まあ、これもやっつけてしまおうという感じで、やっぱちょっと有馬隊長洋風っていうか王子様感が強いので、このコラボ面白いですね。そうですね、あの並んでる姿が絵面が、まあ、そのものが面白い。面白い、獣の中にいる有馬隊長、なかなか想像がつかない。面白い。ネオロマのキャラクター、はるかなる時の中で6ですかね。そうですね、はいはい、から来たキャラクターですね、はい、で、ちょっと最後に無双フィーバーというのを見せたいと思います。おー、ああ、なんか下にショーンが。そうです、あの応援する形で、はい、あのキャラクターが出てきて、これちょっと面白いあのサッカーの観戦してるみたいなそうですね、あの応援が、ここで頑張れ。敵を倒すとだんだんとキャラクターが増えていって、はい、あのどん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 盛り上がっていくというような形です、ね、おー。でそんなこんなやってるうちに、はい、有馬隊長は倒してしまう。あー、有馬隊長しかも今ちょっと謙虚な言葉を残して。そうですね、真面目ですから、ね、真面目、はい、さすがにどんどん敵がいなくなっちゃいますけど、はい、あ、瞬速、瞬速を生かした、はい、あ、足が速いキャラクターなんですね。そうですね、はい、ぐるぐるっと丸を開けてもらっていくというようなアクションですね。はい、こういうようなところで、はい、時期プレイ早速お願いします。はい、どんな料理でもおてなしてくれる。あ、やっぱリーチ長いですね。そうですね、でっかい鬼を倒す武器ですからね。はい、もうこれはちょっと凶悪って言ってもいいぐらいのリーチの長さですね。その件本編だとやっぱり、はい、あの武器の重さに合わせて若干あの重いアクションを採用してるんですけど、うん、まあ、やっぱり無双アクションに落としていく過程で、はい、そうですね、爽快感、爽快感の方を重視してるので、はい、まあ、非常にプレイしやすい形になっています。ちょっとこれあの陶器での技も、そうですね、アクションそのものは陶器のアクションが出るように、せっかく高級な話聞いたのに、どう考えてもカジノのスロットみたいなものが手前に。気のせいじゃないですかね。気のせい、気のせい。あれ今リオ連れてる。ああ、そうでした。リオですね。リオがあのリオというキャラクターの、これあれですよ、あの皆さん聞いてください。リハーサルの時もずっと陶器での話をしたんですよ、はい、ひどいと思いませんか。そんなことないですよ。違います。ちょっと目立っちゃうキャラクターがいますよね。これリオが面白いってわけではないですよ、全然。これあのフィールドの方が陶器殿のフィールド。そうですね、あの雅の領域というフィールドですね。陶器殿、あのこれ初作のフィールドなんですけど、初作の頃陶器殿はエリア制だったんですけど、これをあの無理くり無双フィールドにするために全部のエリアをつなげたというので。あ、そっか、無双ぐるぐるきますもんね、全部はね。きっとだからエリア制の間にはこういう道があったんだろうって、あったんだっていうのを、はい、ちょっと想像して。そうですね、った、あ、じゃあこれもう陶器殿のプレイされてる、ね、ファンの方はすごい面白く楽しめると思います。山賊がたくさんいた。お、うまいこと溶接したなって褒められてる。食材も近くにあるはず。そうですね、完全版ですね。これ面白い。そう、データをそのまま使ってるわけではなく、そうですね、あの有効活用をしていただいたという形ですね。まあ、そこに対してさらにあのアレンジを加えていただいて取り返せたね。先ほども、オーガが自分で言ってたと思うんですけど、はい、よく再現できてるなっていう。おセリフで言っちゃうくらい、自分で言っちゃうくらい、はい、ただこういうところ の, あの竹の様子とか、うんうん、この辺も結構そうですね、ツッコミ入れましたね。背景版デザイナーが、はい、いやこういう竹じゃないんだけどみたいなツッコミが入ってなくて、竹のツッコミ入るんですか。ちょっと見え方おかしくないですか。その辺はあの細かく調整して、めんどくさいと思いませんでした。言われた時それはそうなんですけど、あの太鼓判を押してもらうためにはそこはやらないところなんで、はい、もうおかげでね、本人をよく再現できてると褒めて、ね、いただけて、そのセリフ作っておいてよかったよかったこんな竹じゃないって。なんかあのやっぱり親和性が高いとは言いつつも、持ってくるときにいろいろと苦労もあったと思うんですけど、なんか特にこだわった場所とかってあるんですか。陶器殿がこうだから持ってくるときに。そうですね、まあ、やっぱり技の効果とかは、はい、あのこういう使い方はしないでっていうのはちょっと厳しめに言います、ね。
まあ、あとはですね、やっぱりうちも身内だからこそ厳しく言うというのが、まあ、アクションゲームを作ってるスタッフがたくさん監修してますので、このアクションおかしくね、使いづらくねっていう、厳しいんですよね、身内だから厳しいんだ、本当に超やりづらかった、ね、許してよ、許してよっていうところが、あ、出ましたね、そこみたいな、はい、はい、お待ちかねの、お、もう登場です。腹ペコ。早く食べましょう。そうしましょう。早く食べましょう。サラサラですね。可憐な乙女の食事を邪魔するとは。コメントででかいでかい。何がだよ。何がだよ。銃かな。銃ですね。銃ですね。これはね。銃大きい。この辺のセリフなんかも一つ一つ監修してもらって、うん、まあ、原作で言ってたようなセリフなんかも入れ込んでシチュエーションに合うように、ダリュウさんがすごい甘い言葉をね、ささやいてくれて、そうです ね、 ね、やっぱこれぞって感じです、思ったなみたいな感じで、まあ、我々では言えないようなそういう言葉を、そうですね、あ、言ってください、なかなか三次元の男性があの言葉入ってね、怒られそうですよね、瞬殺、すいません、あのフォローの動きを見せるまでもなく倒してあれ今、え、待って、何のためにフォロー出したんですか今嘘でしょ、あ、待って、ちょっとダリウスがあの完全にナンパしてますよ、いいの、これでも出てきますよ、ほら、はい、出てきますよ、あ、フォローが、あ、え、ナンパに応じてしまった、料理名人の村長がいるらしいな、お、料理名人の村長がいる、俺たちの腹も満たしてもらおうぜ、すっげえ悪い形しました、山賊が、まあ、こうやってあのキャラクターにちょっとキャラクターを掘り下げたこういうバトルがあって、ここはこのフォローを仲間にするバトルなんですね、あ、仲間になるんですね、ここでだから一回敵対がしてましたけど倒して、あの誤解というかそういうのを解いていって、まあ仲間になると先ほどの聖域にだんだん増えていって、聖域ってあのお風呂あったところですか、そうです、おほー、冬季年でもみそぎっていう、まああのお風呂に近いものあるんですけど、はい、まあ、あの今回お風呂専用の、ね、衣装は書き下ろしてますので、はい、また違った 肌の見せ方なんかあのサービスいいですねまあその辺はあのファンの方が喜んでもらえるというところを入れていくのが、ね、積極的にあのリオとかね、フォローとかそういう美女たちを、ね、仲間に入れたい、そうですね、積極的に入れたいですね、あのハーレムじゃなかった、間違えた正規ですね、正規でした、正規、間違えた、鬼に比べれば楽勝よね、キラーさっきなってるのが、あの有効度が上がったよっていうところなんです、あ、今リオの有効度上がったんですか、あれだんだん有効度上がっていくと、はい、有効度上がるとリオ何してくるんですか、まあ、ちょっとお風呂に一緒に出てきたりとか、ほいろんな新鮮な会話が聞こえるようになったりしますので、大事なところですよ、それは、そうなんです、かなり大事です、仲良くなりたい、鬼を撃つものです、この辺に行きましょうね、お、はい、この辺で、はい、プレイの方はしっかりアクションは見ていただけたら、